メガララガルーダメガララガルーダは、ギングチバチカケラトリバチ族の蜂。2011年に、インドネシアで発見された巨大な顎を持つ蜂で、発見した研究者らは、蜂の王様とも呼ぶ。2011年、カリフォルニア大学デイビス校の昆虫学教授で、ボハート昆虫博物館館長でもあるリン、キムジーが、インドネシアスラウェシ島の南東半島部。 南東スラウェシ州のメコンガ山地で発見した。また、同時期に、フンボルト大学ベルリンのミハイルオールも、この鉢を発見しており、キムジーとオールの協調で2012年3月に、記載論文が学術誌、ズキスで発表された。学名のガルーダは、インドネシアの国章でもあるカミトリガルーダから、名付けられた。全身が、光沢のある黒色で、羽も黒色である。 夕鉢の体長は3.3センチメートルで、前足とほぼ同じ長さにもなる長大な大顎を持つ。メス鉢はオスに比べやや小さいが、銀口鉢赤の他の鉢よりも大型である。生態は不明だが、オスの巨大な顎は、巣と幼虫を守るためで、幼虫は、他の赤の鉢のようにバッタなどが、餌として与えられているものと推測されている。ありがとうございます。